がとうございます。今日はここ宮津からで出演している新光丸でタラゼリしていきます。あ、荷物あれですか、はい、あ、もらいますよ、もらいますよ。すいません、はい、ちょ待って、これ置いてこしちゃう。おい、かっこいいな、これ木どこやったんやろ、あったの。俺ええこと聞いてん。このままリールバーッと下ろしてるときにガン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 ってなったりするときない？あるやろ、あれの直し方聞いてん。さあ出船します。中心材用の竿とリールはちょっと小さいけど、旋盤にビストマスター EJ、 旋盤の EJ に4号300m 巻いてる。リーダーは35ポンドやから8号とか9号とか巻いてます。でその先にこのちょっと中心回のリングをつけて、ところにタコベイトつけたかったり、ここにチューブつけたりしたかったらここにあるから、つけん方がいい日もあるからさ、なんか真ん中ぐらいの部屋にまあまあこんな感じで1個つけるとか、蛍光パイプこの辺に切ってるやついっぱい落ちてんねん。こういうのこういうの1個つけてみたら、ほんでこれは好きなやつ取ってもらっていいねんけど、半分に切ってもらってこうやって、はい、でちょんがけしてもらって、これはもう針から交差していく。そう、針から通した。俺はこれめっちゃ通しにくい。211なんて？いやいや、おてんちゃん、リールが潰れてるだけじゃん、リールが潰れてるだけじゃん。怪しいなこれ。最初だけ上がってこうへんねん。最初だけ上がってこうへんねん。
外れたんちゃう？外れた。でかっ。ちょっとふんちゃんのこれ外すわ、さっき。待ってな。なんかカラフルな張り付こうてんで。でっか。ギャフィングしてくれへん、ギャフィング。やってください、ホットキャスト。え、いやいや、やって、口に。これちょっと待って、あれでかい。いやいや、口ガボってかけて。うん。どこでもええよ、口顔やったら。おっしゃ。でっか。ケイコが釣ったみたいになってるやん。でっか、ありがとう。どない？最高やろ、こんなん。あとはお腹、中見て。今週でも、もう最初に1本釣ってたんじゃない？あ、そうなんすか。2本目。あ、そう、ふるでっか。よっしゃ。よっしゃ、はい、すいません。これはでかいわ。え？なんで？ケイゴって顔面食べたりする？頭。いや、食う場所むっちゃくちゃあんねんけど、みんな頭食いすぎてもういらんっていうの。これどう取ったら、こう取ったらでかい。こう取ったらでかい。すいません。 OK。 大江さん、これ2本目やって。2本目、後ろ上がってんねんって。これも祀ってんじゃん。だって急にこんな軽なったもん。ほら、ちょっと待って、ちょっと待って。俺のタラがそっちに行ってるわ。いやいや、俺のタラ、それ。ちょっと待って。一回上げるわ。上げんと、これ。どう。何をどうなってるの、これ。一回先上げようかな。結構それでギャフィングしてくれ、ギャフィング。あら、おっしゃ。ちょっと待って、俺仕掛け切ってまうわ。うせやん。臭い人やった。臭い人やった。俺のイカだけ返してもらおう。すぎる。
番上つけとこう、これ一番上に他をつけて、行った？サンマなんですよ。イカは全然食うてこなくて、一番上もイカつけてるんですけどね。両方でかいな。あかん、これ一日腕持てへんのちゃうかな、持ってたら。ケイゴくんフィッシュ。あったらしい、あったら。ちょっと明らかに重たい。全然ちゃうっすか。竿がな、硬そうに硬いからさ、見とったら分かれへんねん。おー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 おお、全然ちゃうね。生命体ありますね。ぐんちゃん、あれやったってくれへん。これ どこに顔に行くの。口何やねん、ちょっと鬱陶しいわ。まだまだあと100、もうあっちも釣れてんじゃん。カラッシュ入ってんじゃん、うん、警告ゲット。ちょっとまだやで、まだやで。みんなこれ釣ってますよ。これも白子パターンやね、これ。いや、細いな、だけど。おめでとう。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。はい、なあ、乗ってるんじゃない？来たな、よかった。なんかブンさん当たった瞬間立っとったで。いいよいいよいいよ。さっき大家さんもリール置いて、リール置いて。糸たぐろ。よし、とりあえず影を出て、よし、よかったわ、とりあえず全員あんだよね。ね、よかった。よし、こんな感じかな。ちょっと今ピクピク動いとった。
もう、すっとるお客さんの横で、わしここでやってたんだけど、隣でやってるティップランばっかりやってて、40何杯作ったよ。すごい。隣でやってて6杯作ったもう、情けなくなってきて、ほんま。横でもうバン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 かけてすっとるのに、ほんま。同じようなことやっても全然強いし。そんな差出るんすね。もう、ほんまにもう情けなくなってきた、もう、あの時か、ほんまに。まず、こっちからこれね、こっちももうそのまま切る、はい、近しのとこですね、うん、ハサミで切る、これちょっと楽だから、たらだからここじゃない、これ背骨やけど、ここじゃなくていいから、ちゃ言うでも結構身取れますね、やっぱ。え、取れるやろこれでもなあ、ここ切ってしもってるから、こんな感じ。あー、いい感じ。あー、いい感じですね。これとりあえずこっち置いとこうか。はい、今回6匹釣った中で白子持っとったんで、ない1匹だけ。あ、1匹だけなんですね。だいぶ貴重。警護が釣った1匹だけ。あ、へえー、彼は持ってはるわ。なんか今年あんま釣れてないから、釣れてないみたいやからさ、釣果良かった方らしい。ああ、ちょっと遅がけに行った方がいいんですかね。なあ、はい、よいしょ。これでいいかな、これで釜。あ、もう、はい、これでいいね、はい、この辺の処理はちょっともう自分でやってもらおうか、うん、これね、はい、釜1個ね、はい、とりあえずちょっと取る、うん、ここまでしか入ってないから、ね、OK ね、こんな感じ。こう。はい。こうね。OK？ はい。はい。チンチコーリンつけてよ、これ。はい。はい。よっしゃ。じゃあ、これを柵に切っていこうかな。はい。何歳までダブルヘッダーってできるんやろ。だって結構年配の人やったで、ダブルヘッダーしてる。60までとか。それで今日仕事行っとったら鉄人やな、その人。あ、そうですね。鍋天ぷらホイル焼き最高ですね。こうやってこうか。はい、ありがとうございます。